こんばんは、最近朝食にありつけていない白霊霊夢です。朝はちゃんと食べた方がいいぜ。解説役の霧雨マリサだ。さて霊夢よ、今回でこの解説動画も4人目になるんだが。光秀、孫一、久秀について解説したわね。この3人は全員信長に歯向かった人物なんだぜ。というわけで、今回紹介するのは、逆に信長に忠実であった人物でかつ要望の多かった人物。の木佐久間とも呼ばれた織田家筆頭家老。佐久間信盛。佐久間信盛は、信長の終わり統一から常に信長に従ってきた忠臣だぜ。石山合戦の直後に突然追放されたのよね。今回はそんな信盛について解説してくのぜ。信盛は信長の父の武秀に仕えた佐久間氏の一人で、生まれた年は不明だぜ。このチャンネルそればっかね。生年月日がわかっている武将の方が少ないから仕方ないんだぜ。佐久間一族は織田家に仕えていた家系の一つであり、信盛の同世代として森重や、柴田勝家と婚姻関係である森継がいる。森のつく佐久間氏と、信のつく佐久間氏がいたのね。これを通り字と言うんだぜ。信盛は信秀時代にも重臣であり、信長が家督相続した際は、柴田勝家と共に補佐役として信長の弟である信勝に従事している。この頃は筆頭家老ではなかったのね。筆頭家老の定義にもよるが、この時の織田家トップは後に出てくる林秀貞、その次が平手正秀だぜ。天文21年に信秀が死去し、信長が正式に家督を継いだが、その時まだ終わりの半分も統一できていなかった。信秀の死後すぐに鳴海城の山口範次が三河の今川氏に寝返り、範次の手引きで靴掛城や大高城まで奪われている。また、形式上は信長の主君である柴吉宗を擁立する境大前とも敵対関係であり、同年8月には松葉深田城をめぐって戦闘が起きている。また、終わりの上半分を支配する織田伊勢の神家とも敵対関係にあった。敵多すぎない？信秀と違って大内家と呼ばれた信長に従う人間は少なかったんだぜ。ただ、この時信長は美濃の斎藤道三と婚姻関係にあり、安藤森成が指揮する援軍を送ってもらうなどの援助を受けている。そのような状態で信長は織田宗家や今川方とも戦い、勢力を拡大していき、天文23年、境大前のクーデターに乗じて清洲城を乗っ取ることに成功する。翌天文24年、信長の叔父である森山城主、信継の家臣が信長の弟である秀隆を誤って殺してしまう事件が起こる。信継は出奔し、残された角田信吾ら家臣らが森山城に籠城。それを信長と信勝が攻めたが、佐久間信盛の提案により、信長の異母弟である信時を森山城主に据えることで事なきを得たんだぜ。この時に信盛が出てくるのね。この時点までは信長と信盛の仕える信勝は敵対関係ではなかった。しかし、翌公示2年4月、美濃の斎藤道三が息子の義達に敗れ廃止したことで、信長は強力な後ろ盾をなくしたばかりか、斎藤、今川の両家に挟まれる危機に直面した。この頃になると織田家の筆頭家老である林秀貞は、信長は織田家当主の器ではないと判断。柴田勝家と共に信長を排除し、信勝を当主に据えようと画策する。一方で、佐久間信盛や森重は信勝ではなく、信長を支援した。筆頭家老が裏切っているのに佐久間一族は信長方についたのね。これにより信盛は信長から重用されるんだぜ。同年8月、信長軍700と信勝軍1700は退陣、初戦で笹孫助が討ち取られるものの、結果的には信勝軍を打ち破った。その後、林秀貞と柴田勝家は赦免、信勝も赦免されたが再度謀反を企んだため、翌年清洲城で殺害された。これ以降、信盛は信長の家臣として、信長の軍事政治の多くに関わっている。すべてを詳しく解説するとそのまま織田信長の解説になってしまうため、ここからは主に信盛が活躍したもののみ抜粋するぜ。今回の主役はあくまで佐久間信盛だものね。伊能の戦いの4年後の永禄3年、有名な桶狭間の戦いでは、前線基地である前哨寺砦を守備し、戦後、織田方に戻った鳴海城の城主となった。その後、尾張と三河にまたがって領地を持つ水野信元と共に、松平元康との交渉にも関与し、永禄10年5月に信長の長女徳姫が元康の嫡子信康に腰入りする際には、警護を任されている。一方で、この前年の永禄9年から、信長と手を組んだ大和の松永久秀との取り次ぎ役としても任命され、久秀配下の矢宮宗義らと連携して久秀を援護しているぜ。東に西にと大忙しね。そして永禄11年9月の信長の上洛戦にも当然参加し、
途中の六角氏との戦いでは、木下秀吉、丹羽長秀と共に三栗山を攻め落とし、六角義方らを甲賀に追いやっている。さらに上洛後、約束通り足利義昭の家臣である細川藤孝や和田信正と共に久秀に加勢、筒井純慶をはじめとする藩松永勢を一掃したんだぜ。その後、織田家の機内の行政担当者の一人に任命され、幕臣の和田信正らと共に幕府の運営に参加しつつ、翌年の織田家の伊勢平定に参加するなど、多忙な一年を過ごす。外交に軍事と大活躍じゃない。翌年の元亀元年4月、朝倉攻めの最中に突如信長の義弟である浅井長政が裏切った。美濃尾張から京都をつなぐ連絡網を確保するため、信長は信盛や柴田勝家、森吉成にこの重要な防衛戦を任せた。金ヶ崎の撤退戦から約1ヶ月後の6月4日、甲賀に逃れた六角義方、義春親子が伊賀甲賀の兵を率いて北上。休養回復と織田軍の連絡網を遮断するために出陣したが、落ち窪で信盛、勝家らが散々に打ち破った。そのすぐ後の姉川の戦いにも参戦、織田家は横山城を落城させ、木下秀吉を城代として入城させた。この防衛戦は約3ヶ月後の9月19日、信長軍が三好三人衆、石山本願寺と対陣している隙をついて、朝倉義景、浅井長政が宇佐山城を攻撃し、森吉成、織田信春らが討ち死にしたことで反壊。朝倉浅井の出陣にこうして六角義方が再度挙兵、また、近江の一向一揆が各城の連絡網を遮断した。補給路が断たれているじゃない？信長軍は大丈夫だったの？この一揆勢は木下秀吉と沢山城を攻めていた丹羽長秀によってすぐに切り捨てられたんだぜ。信盛や勝家は何してたの？信盛と柴田は信長と共に朝倉浅井軍がこもる比叡山を包囲していたため、そちらに兵を送る余裕はなかったからこれは仕方ないのぜ。翌年の元亀2年9月12日、去年の報復兼障害排除のため、信長は比叡山を焼き討ちにする。焼き討ち後、信長はその車両を先行のあった5人の武将に配分した。特に明智光秀は京に最も近く、交通の要所となる坂本を与えられ、織田家の中でも大出世する。一方、信盛も近江の栗田軍一帯を与えられ、近江支配の中心人物となったんだぜ。しかし、この頃から明智光秀や羽柴秀吉といった新進気鋭の武将の活躍が目立つようになり、信盛の活躍は色あせてしまうんだぜ。それにより、信盛のしくじった点のみがピックアップされ始める。しくじった点って？例えば、比叡山焼き討ちの1ヶ月前、荒木村重が和田信政を打ち破り、和田氏の高槻城を包囲した。9月9日に信盛が説得に訪れたが失敗し、24日に明智光秀と幕府方向衆が兵を率いて出陣したことでやっと撤退した。また、同年11月、松永久秀と撤退していた筒井純慶が明智光秀の仲介で織田家に帰順。信盛の斡旋で純慶と久秀は和睦するが、翌年久秀は三好義継と共に完全に織田家を裏切ってしまう。信盛が失敗しているのに対し、光秀が成功しているように見えるわね。まあこれはどちらも信盛が悪かったわけではないんだがな。翌元亀3年10月、武田信玄が同盟を破り、織田徳川領に向けて進軍を開始。信長は家康の援軍として、信盛と水野信元、平手広秀の軍3000を浜松城に派遣した。3000って少なすぎない？おそらくは兵の大半を身の終わりの防衛に割いていたと考えられているのぜ。佐久間信盛水野信元が選ばれた理由はおそらく、二人とも所領が徳川領のすぐ近くであり、徳川家との同盟に深く関わっているためだぜ。徳川織田連合軍は12月22日に浜松城を出陣、三方ヶ原で武田信玄の軍と戦ったが惨敗した。有名な三方ヶ原の戦いね。この時、平手広秀は討ち死にしたが、信盛軍はほとんど損害を出さなかった。さすがはの木佐久間じゃない？まあ、実は本格的な戦闘前に撤退したとされる本もあるんだが、その場合敵前逃亡になるからいくらなんでも信長が許しているわけはないぜ。激戦状態にならなかったのは確かだろうが、巧みに引いたのは認めてもいいと思うぜ。三方ヶ原から帰った信盛は各地を動き回ることになる。翌元亀4年2月、将軍義昭は挙兵、光秀領の今方に軍を入れ、信長との対決を鮮明にした。信長は武田軍が停止している情報を受け京に出陣、4月2日から4日にかけて義昭に味方する状況を放火した。その後、信盛派織田信弘細川藤孝と共に義昭のこもる御所に訪れ、和睦を締結させている。信弘は織田家一門、藤孝は元義昭の側近であることを考えると、信盛はこの時家臣代表として対応しているんだぜ。だが、その3ヶ月後に再び義昭は牧島城で決起、すぐに攻め落とされ、義昭は京を追われた。
翌月の天正元年8月、信長は小谷城に出陣し、浅井朝倉軍と対陣。13日に撤退する朝倉軍を追撃し、壊滅的な打撃を与え、そのまま朝倉家の本拠である一条谷まで進撃、20日には朝倉家を滅亡に追いやった。7日で滅亡に追い込むなんてすごいわね。この時の信長の戦術眼はまさに神がかり的だったんだぜ。しかし、この途中に事件が起こる。信長は撤退を確信して再三追撃準備を命令していたにもかかわらず、織田家武将は誰もそれを信じていなかった。そのため、信長は自身の馬回りのみで先陣を切り、諸将がその後を追いかける事態となった。地蔵山付近で信長に追いついた諸将は信長の激怒にさらされる。しかし、信盛はその時唯一信長に涙を流しながら歓言してさらなる怒りを買ったんだぜ。なんでそんなことしたの？信長の言葉が相当悪かったのかもしれないが、諸将の中で唯一信長に歓言できる存在であったから頭に血が昇った信長をいさめたんだと思うぜ。これが後に遺恨を残すんだが、それは口述するぜ。8月20日に朝倉家が滅亡し、そのすぐ後の9月1日に浅井家も滅亡した。信盛はそのまま柴田勝家と共に六角吉方を攻め、鯰江城を攻略、菩提寺城と石部城を包囲した。とうとう六角氏も海から駆逐されたのね。そして2ヶ月後の11月、信盛は義明を援護した三好義継のこもる和歌江城を攻撃。義継の家老である和歌江三人衆が裏切り、11月16日に義継は自刃し、三好長慶の三好本家は断絶した。信盛は返す刀で久秀の多聞山城を包囲、久秀は降伏したが多聞山城を没収されるだけで済んだ。このように、天正元年は信盛にとって激務の一年となった。わぁ、忙しいなぁ。特に機内の反信長の主力であった三好義継、松永久秀らを排除したのは大きな功績となったんだぜ。天正2年から3年は織田家にとって飛躍の年となる。まず第一に、信長を長年苦しめてきた長島の一向一揆を天正2年7月に皆殺しにした。本拠に近いのにずっと討伐できなかったものね。そして翌天正3年5月21日、長篠設楽原の戦いで武田軍に大勝、武田家の脅威が一気に解消された。そしてその3ヶ月後の天正3年8月には、越前の一向一揆をなで切りにし、越前を統治下に置くことに成功した。これらの戦いにより、織田家の全国統一への道が飛躍的に進んだんだが、これらの戦いのほぼ全てに信盛は参加していたんだぜ。まさに信長軍の主力として活躍したのね。この時の佐久間信盛と柴田勝家は織田家の両大将とも言える地位にいたんだぜ。さらに、信長の信頼も厚く、同年11月に信長が隠居し、信忠に家督と岐阜城を譲った時には、安土城下に宿所ができるまでの間、茶の湯道具だけ持って信盛邸に居候していたんだぜ。信頼されているというより、異様に使われているだけな気がするわ。そして、同年の天正3年12月にある事件が起こる。信長に家督相続時から仕え、尾張から三河にかけて広い領地を持つ水野信元が、信長の命により徳川家康に誅殺された。どうして？武田家の秋山虎重がこもる岩村城に、内通及び農業の提供をしていた疑いをかけられたからだぜ。信元誅殺後、水野家の所領は佐久間信盛の直轄地として組み込まれることになった。近年までは、これは信盛が信長に残言したためで、後に信長は冤罪であったと認めて、信元の弟である忠重に給料を回復させたとされている。実際は違うと？この話は200年以上後に編纂された官製徴収書家譜に出てくるんだが、はっきり言ってこれは徳川家来賛のための書物だ。江戸時代の資料としては一級品だが、戦国時代に関しては偽りが非常に多く、徳川家に仕えた家系を褒めたたえるために没落した家系を意図的にけなしている。特に水野忠重は徳川二重将の一人であり、江戸時代には水野家は徳川氏の外戚として優遇されている。つまりは200年以上後の、身内びいきの資料での話だから信用できないってことね。その通りだ。そのため、水野信元が本当に裏切っており、岩村城陥落後にそれが露見した可能性も十分あり得る話だぜ。また、信長、家康の国境の微妙な領地でありながら、強大な権力を持つ家康の叔父にして織田家家臣、圧力を見かねない信元を信長あるいは家康が疎ましく思っており、武田家の脅威が消えたこのタイミングで排除した可能性も考えられる。真相は不明だが、この事件により信盛は旧水野家の領土を獲得したんだぜ。さて、この翌年は天正4年だが、この時点で織田家の中での有力家臣はこの7人だ。
柴田勝家は越前国を与えられ、北陸方面の指揮官に、光秀は丹波国攻めの責任者、丹羽長秀は若狭国を、滝川一政は北伊勢国をそれぞれ支配している。橋場秀吉はまだ北大海山軍のみだが、再来年の天正5年には中国攻めの総指揮官となる。信盛は？佐久間信盛はこの時、西三河国の担当者であり、大武田軍の責任者であったようだぜ。ただ、それよりも信長本軍としての活動や、信長の政務の取り次ぎ役としての活動の方が圧倒的に多いため、実態としては信長直属の指揮官と見た方がいいと思うぜ。面倒くさいのを丸投げしているみたいに見えるわね。まあ、気苦労は絶えなかったと思うぜ。そしてこの時、実は橋場秀吉や明智光秀以上に急速な出世を遂げている人物がいた。それが伴直政だぜ。伴直政？伴直政は元信長の馬回りで赤穂衆の一人だった人物だ。直政は上洛後、官僚としての才能を認められ、主に光秀や信盛らと並んで京都の政務を担当していた。同時に、信長の馬回りとしても活躍しており、特に長篠の戦いにおける5人の鉄砲奉行の一人にも選ばれているんだぜ。そのため、天正3年末には南山城大和河内の統括を信長から任されており、領土だけで言えば織田家の中でも1、2を争うほどにまで出世した。馬回りからここまで出世したのね。まあ、実際には直政の領土の大半は直政の与力のものであり、実際の権限的には他の武将よりは低かったと思うぜ。そして天正4年4月、伴直政は石山本願寺攻めの大将に任命され、明智光秀や荒木村重、細川藤田からと共に出陣した。この戦いの解説も3回目ね。伴直政は三好康長と共に、本願寺の回路封鎖のため三つ砦を攻撃した。しかし、本願寺と雑賀衆が一斉に攻撃したため、伴直政は一族もろとも討ち死にした。戦後、残された番家は信長の怒りを買ってしまい没落したんだぜ。せっかくここまで出世したのに儚いわね。そして直政の代わりに石山本願寺攻めの大将、近畿方面軍の総指揮官になったのが信盛だぜ。信盛には直政の与力が引き継がれ、大和南山城河内も統括することになり、根頃衆も与力として参加に入った。雑賀衆と並ぶ鉄砲隊ね。この時、信盛は織田家で最大規模の7カ国の兵力を指揮する将軍になったんだぜ。だがそれは、失敗した時に番家のように失脚する危険があることも意味する。特にこの時石山本願寺は信長包囲網の最前線であり、織田家の天下統一の鍵を握っていると言っても過言ではない。失敗は許されないということね。しかし、信盛、というより信長はこの時本願寺と雑賀衆を甘く見ていたんだぜ。3ヶ月後の天正4年7月、毛利家の水軍と雑賀水軍が兵糧を積んで大阪湾に進軍した。これに対し、信長は泉を中心とする水軍を差し向けたが外周一色、信長の水軍はほぼ全滅してしまった。ここに来て、信長は本願寺の主戦力である雑賀衆をまず討伐することに決めた。翌年2月、信長は雑賀衆の山郷を調略で味方につけると雑賀に進軍した。その兵数は約10万、信長が指揮した戦いの中で最大規模のものだったんだぜ。しかし、雑賀孫一率いる雑賀衆約2000の側を挟んだ防衛ラインを突破できず、ゲリラ戦術に苦しめられ、結局は雑賀衆が降伏し、信長が赦免するという形で退却し、雑賀衆を潰すことはできなかった。半年後の天正4年8月にも雑賀衆は再起、信長に味方した山郷に攻撃を開始した。今度は信盛を対象とした7、8よろずの軍で攻めたがこの時も結局は攻めあぐねて退却をせざるを得なかった。このように、本願寺攻めは最初の1年は積極的に攻勢に出たものの、全く戦果を上げることができなかったんだぜ。でもこれは信盛というより信長が主導した戦いよね。そして最後の戦いでもある。え？この雑賀攻め以降、信長は基本安土に留まり、戦闘は各方面軍の指揮官に一任したんだぜ。中国方面の秀吉、丹波方面の光秀、北陸方面の勝家、そして近畿方面の信盛。そして信盛はこの中でも最大規模の兵を一任されていたため、織田家の筆頭家老と言える立場にいたんだぜ。そして、この時の信盛の選択が彼の運命を決定づけることになる。何かしでかしたの？いや、むしろ何もしなかったんだぜ。どういうこと？この時、信盛は力攻めで本願寺を攻め落とすのは無理と判断し、石山本願寺を包囲兵糧攻めすることを選択、積極的に攻撃するのを避けたんだぜ。それが愚策だったってこと？いや、むしろこの判断は全く正しい。この時織田家は今までとは違い、大国同士の連携によって包囲網が敷かれていた。そのため、
他の敵対勢力に睨みを利かせるために、大損害の出る戦闘は極力避けなければならなかった。そのせいで雑賀攻めは途中で退却したものね。また、城攻めで包囲戦はむしろ基本であり、秀吉はその兵糧攻めで抜群の戦功を収めることになる。ただ、この時の信盛の作戦は最善ではあったが、明らかに間違っていたんだぜ。最善なら間違っていないんじゃない？この時の信盛の判断ミスは3つある。1つは、包囲戦の要である相手の補給路や連絡網の遮断が全くできていなかったこと。天正6年11月の第二次木津川口の戦いまで、政界権は本願寺側にあった。さらに、この戦い後も兵糧や人員の出入りは全く封鎖できていないんだぜ。実際、雑賀孫一は本願寺が退去するまで播磨から紀伊の間を飛び回って戦闘に参加していたんだ。相手としても籠城していて困ることはないから降伏するわずがなかったってことね。そして二つ目は本願寺は西の対信長勢力の最前線であったという点だ。石山本願寺は瀬戸内海から近畿に上陸するための海路の要所であり、京にも近い立地にあった。下手すると毛利軍が本願寺と合流して京に攻めてくる可能性もあったってことね。まあ、そのために陸は信盛が厳重に包囲していたんだが、問題はその可能性により織田家の中で裏切りが多発したことにある。天正5年8月に松永久秀が、天正6年2月に別所長春が、それぞれ謀反を起こした。そして天正6年10月には摂津一帯の有力者荒木村重も謀反し、織田家に敵対した。彼らの謀反の直接的な原因は上杉家や毛利家が関係しているが、本願寺が健在でなければ謀反しなかったと考えられるぜ。反信長勢力の一大拠点がすぐ近くにあるってだけで謀反を起こしやすいものね。まあ、最終的には全員粛清されたんだがな。相手が悪かったわね。そして三つ目は、条約などの絡め手を使用しなかったことだ。条約？要は包囲するならするで敵を投降させたり、工作するなりいろいろできることがあったにもかかわらず信盛はそれを怠っていた。無論何もやっていなかったわけではなく、荒木村重の説得や摂津丹波播磨への援軍などの活躍はしている。しかし、天正8年雨竜3月に本願寺が和睦退去したのは包囲網が瓦解し、勝ちの目がなくなったからであり、厳しい言い方をすると秀吉光秀が頑張ったおかげで信盛は本願寺を退去させることができたんだぜ。さらに信盛や嫡子の信秀は茶の湯好きであり、与力の若い三人衆らも含めて堺の津田宗久や松井勇敢のところで頻繁に茶会をしていた。茶飲んでる場合か。まあ茶会自体は悪いことではないんだぜ。信盛はこういう人付き合いが巧みだったからこそ、無関係ながら朝廷の近衛前久との交流や、癖のある与力たちをまとめることができたんだぜ。しかし、信長の目にはそうは見えず、他の地方指揮官たちが活躍している中努力を怠っていると判断されてしまった。天正8年8月、本願寺の大阪退去を見届けた信長は佐久間信盛29条の折檻状を叩きつける。中身は長いから省略するが、大体このような感じだぜ。ボロクソに言われているわね。まあ後半は明らかに頭に血が昇って悪行を書いているから本筋ではないと思うが、注目すべきはやはり最初の方の努力怠慢と、2回書かれている与力の国史だぜ。信盛は織田家随一の武将になったにもかかわらず、直属の家臣を増員せず、信長が目をつけていた人材も追放し、自分の懐は痛まないように、信長から配属された与力ばかりを国史した。また、信長は口答えが我慢できない性格であったらしく、5年前の一言を根に持ってここで引用している。意外に根に持つタイプなのね。19条の折檻状を突きつけられた信盛信秀親子は一気に凋落し、高野山に追放された。この時、信盛に従った小者はたった一人だった。信盛自身は織田家復帰を望んだが叶わず、2年後の天正10年1月、高野山で死去したんだぜ。以上が佐久間信盛の一生だぜ。信長にずっと忠誠を誓っていたのに最後にこの仕打ちはあんまりよね。同時期、昔からの老臣である林秀貞や安藤森成も織田家から追放されている。信長としては天下統一前の家臣団裁編成のつもりだったんだろうが、忠臣でも即追放し、新参の光秀や秀吉を重用する信長の行為は、後に本能寺の変という形で信長に返ってくる。ここで信盛を追放しなければ本能寺の変は起きなかったかもしれないわね。だが、信盛が追放されたのは信盛自身に全く非がなかったわけではない。巨大化した織田家の筆頭家老でありながら、結果的にはその責務を十分に果たせなかったことは否定しきれない。信盛が中心であるのは間違いないが、秀吉や光秀と比較して、上に立つ者の責任と能力が劣っていたのも事実だぜ。出世しても過酷なのね。
だが、信盛が織田家がまだ小さかった頃からずっと支え続けた、大黒柱的存在であったことは間違いないんだぜ。コメント返信コーナー。皆様、今回の佐久間信盛を最後までご視聴いただきありがとうございます。今回から要望の通り、コメント返信コーナーは解説の後に移動したぜ。確かに始まっていきなり前回の話をするのは初見の方には優しくなかったわね。この数回はこの形式でやってみて、また何かあれば変えてみようと思うのぜ。それではコメント返信、一つ目。地名人名の読み方が違う。これは申し訳なかったのぜ。ゆっくりムービーメーカーでは文字を入力すると読み出されるんだが、人名を入力すると読み間違えていることが多いんだぜ。YMM?メタ発言だから気にするな。いつもは逐一修正しているんだが、前回のは一通り完成後に修正したため、修正ミスが多くなってしまったんだぜ。だが、これは完全にウプ主の勘違いだったのぜ。本名はレイウジ、ウツホよね。ウプ主はこのコメントを見るまでロクーがなまってオクーと呼ばれていると思ってたんだぜ。皆様改めて申し訳ございませんでした。二つ目。クゲや皇族は難しいですか?多分この人は諸殺令に関するコメントに対して詳細なコメントをしてくださった人だと思うのぜ。ウプ主より詳しかったわね。公家や皇族をゆっくり解説する場合、右か左かの問題や話として受け身なところが多い問題点があるため、単独の解説は難しいぜ。ただ、時継ぐ狂気などの資料の解説時に詳しく解説するかもしれません。三つ目。晴元は天狗ぜ。多分これは晴元の養父である細川政元の話だぜ。応仁の乱の大将細川勝元の息子ね。ちなみにこの政元に修験道を教えたのは四川院高専、本名獅子戸家俊であり、毛利元就の解説時に出てくるぜ。心霊病のメンバーが毛利元就について詳しく解説する企画ね。もっと多くの人に毛利元就について知ってもらいたいのと、まだウプ主の編集技術と知識では満足する内容にできないため、公開はもう少し先になるのぜ。また、多くの要望ありがとうございます。今回は渋いチョイスが多かったのぜ。とりあえず次次回は多分西国覇者、大内義興について解説する予定なのぜ。要望にお答えできなかった場合は申し訳ありません。他にもたくさんのコメントありがとうございます。また、この動画を広告していただいた皆様に感謝いたします。前回の松永久秀ではありがたいことにたくさんの人に広告していただいたぜ。これらを励みにして次回もより良い解説動画を作っていこうと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。次回もぜひ見ていってくれなので。また、ぜひ紹介してほしい武将がいればコメント欄に書いてください。それじゃあ、視聴者の皆様、さらばだー。